薬害エイズ事件。薬害エイズ事件とは、1980年代に血友病患者に対し、加熱処理してウイルスを不活性化しなかった血液凝固因子製剤、非加熱製剤を治療に使用したことにより、多数の HIV 感染者及びエイズ患者を生み出した事件である。非加熱製剤による HIV 感染の薬害被害は、世界的に起こったが、日本では、 全血友病患者の約4割に当たる1800人が HIV に感染し、うち約600人以上がすでに死亡していると言われる。感染の原因は人免疫不全ウイルスに感染したと推定される外国の強血者からの血液を減量に製造された血液凝固因子製剤をウイルスの不活性化を行わないままに流通させ治療に使用したことである。 後にウイルスを加熱処理で不活性化した加熱製剤が登場したため、従前の非加熱で薬害の原因となったものを非加熱製剤と呼ぶようになった。HIV に汚染された血液製剤が流通し、それを投与された患者が HIV に感染して、抗転性免疫不全症候群を発症したことから多数の死者を出した。 日本においても、非加熱製剤によるエイズ被害が発生し、厚生省の不作為が問題視された。しかしエイズが感染後に、長期の潜伏期間を経て、高確率で発症することが明らかになったのは、1980年代の後半以降であり、1986年から1987年頃までは、専門家の間でも、抗体陽性者の発症率は低いとする見解もあった。 1984年6月まで、厚生小生物製剤課長を務めた、軍司厚明は、2005年12月、熊本市で開催された第19回日本エイズ、学会学術集会、総会のシンポジウムにおいて、次のように発表した。高天性免疫不全症候群の実態把握に、関する研究班、いわゆるエイズ研究班の班長であった。 阿部武氏の裁判の弁護団の武藤春光、広中厚史一郎は次のように主張している。1985年4月に世界保健機関が世界各国に対し血友病患者の治療に加熱製剤を使用するよう勧告し、これを受けて松村昭人生物製剤課長、当時が加熱製剤の早期承認を図る方針を示した果て、加熱大バイブ因子製剤が 同年7月に加熱第9因子製剤が同年12月にそれぞれ承認されている。一方で、1983年11月の加熱第5因子製剤の構成書を説明会で、大愛称試験は省略可能と説明されていたにもかかわらず、安倍 A は開発が遅れていた緑十字に合わせるため、他の製薬会社に大愛称試験を指示するなどして、 大一症試験の着手を1984年3月まで遅らせるよう調整したとされる。さらに、血友病治療に関わる金銭面を指摘する者も,もいる。クリオ製剤は通常100単位ずつ投与し、その薬価は7000円だった。これに対し非加熱製剤は通常500単位ずつ投与し、その薬価は4万5000円だった。クリオ製剤は 国産で値引きがないため、病院側に経済的なメリットがほとんどなかったのに比べ、非加熱製剤は50%から60%の値引きが状態化し、病院側には1本投与するごとに2万5千円から2万7千円の薬価差が利益となった。患者1人は朝晩2回500単位ずつ、計1000単位ずつ投与されると1月で270万円の治療費となる。 病院側が受け取る薬価差は50%引きとして毎月135万円であった。こうした薬価差液が安全なクリオ製剤への転換を阻んだとの指摘である。また、加熱製剤の承認等によって安全な血液製剤の供給が十分可能になった後も日本国政府による未使用非加熱製剤の回収措置が即座に講じられなかったことが 被害拡大の一因であるとされている。1989年5月に大阪で10月に東京で工実の製薬会社と非加熱製剤を承認した厚生省に対して損害賠償を求める民事訴訟が提訴される。その後原告団は早期解決を求め若い韓国の上申書を地方裁判所に提出。1995年10月。 東京地方裁判所、大阪地方裁判所は、原告一人当たり4500万円の一時金支給を柱とする第一次和解案を提示したが、厚生省は救済責任は認める一方、加害責任は否定した。1996年2月9日、厚生大臣官直とは、通称軍事ファイルが1月26日に発見されたことを発表し、2月16日に、 原告団に謝罪。3月7日、東京、大阪両地裁は発祥者に月15万円を支給する第2次和解案を提示し、5社が3月14日に日本国政府も翌15日に和解受け入れを発表。原告側も3月20日に受け入れを決め、3月29日に両地裁で和解が成立した。この時、 製造販売で提訴された製薬会社は、当時の緑十字、現在の田辺三菱製薬と科学及び、血清療法研究所であり、輸入販売で提訴された製薬会社は、バクスタージャパン、日本トラベノールと日本臓器製薬、カッタージャパンを合併承継したバイエル薬品である。また、カッタージャパンの該当非加熱製剤を、 発売元として、大塚製薬と同じく、バクスター製の同種製品の輸入発売元として、住友化学、現在の大日本住友製薬の2社も、非加熱製剤を発売していた時期があり、無関係ではなかったが、両社とも提訴されなかった。1996年8月から10月に、帝京大学医学部附属病院第一内科の責任者だった、安部武氏、 緑十字の代表取締役だった松下連蔵、須山忠和、河野武彦、厚生省官僚だった松村明人が業務上過失致死容疑逮捕、起訴された。1985年に帝京大学病院で非加熱血液製剤を投与された血友病患者が HIV 感染で死亡した事件は帝京大学ルート1986年に 大阪府の病院で急緑十字の非加熱血液性を投与された肝障害患者が死亡した事件は緑十字ルートとそれぞれ故障された。なお、安倍の容疑は自らが担当した患者に HIV に汚染された非加熱製剤を投与して死亡させたことであり、HIV に汚染された非加熱製剤を流通させたことではない。この裁判は2000年に 緑十字の三被告人に実刑判決2001年3月28日、安倍日知無罪判決9月28日、松村に金庫1年執行猶予2年の有罪判決が出た。上訴中に認知症を患い2004年から公判が停止されていた安倍は2005年4月25日に死去した。安倍に対する無罪判決に対し医療警報を専門とする。 加藤久慶応大,大学教授は、薬害エイズ裁判無罪判決と題して、HIV のみならず、薬害の全体像を抑えた上で、無罪判決を分析し、問題点を鋭く指摘し、裁判所が森永ヒソミルク事件やサリドマイド事件など、多くの犠牲を出した、医療過誤訴訟の教訓に学ばず、海外の薬害エイズ事件処理も視野に入れていない、と感じたと考えを述べた。 緑十字ルートについて、2008年3月3日、松村に対して最高裁は、一般論として、公務員の不作為が含む上の責任や国の賠償責任を超える、刑事法上の責任を直ちに生じさせるものではないと、しならも、松村自身が加熱第8因子製剤や加熱、第9因子製剤の早期承認を図る方針を示したことを根拠として、非加熱製剤の継続使用によって、 エイズを発症させて死亡させる恐れがあることを予見できた認定し、薬務行政上必要かつ十分な対応を図るべき義務があったとして、1986年1月に日本における販売が開始された加熱製剤の十分な供給量を確保することが可能となったにもかかわらず、非加製剤の販売中止と回収の指示を怠った責任を免れないとして上告を帰却した。なお、 松村については、提供大ルートについては、交際段階で無罪が確定した。検察は、フランソワー・ズバレイコール死ぬし博士を尋問、長書を作成。同博士は安倍が取った判断は妥当な行為、リスクのトレードオフだったとし、ロバート・ギャロ博士の長書も、安倍の判断に対しおおむね正当だとしているが、裁判で検察がその長書を出すことはなかった。 1996年8月9日に、緑十字の当時の取締役に対する株主代表訴訟が起き2002年4月には解した。株主代表訴訟の和解条項などに基づき、2006年5月以降、社内に調査委員会を設置し、緑十字が当該事件の弱気を防止できなかった原因を調査、検討した。その結果、2007年7月9日に、 薬害事件の再発防止策に関する提言を含む報告書を取りまとめ提言を受けた改善策と合わせて公表した。非加熱製剤による HIV 感染の薬害被害は世界的に起こったがその中でも最悪であったのがフランスで日本と同様に刑事責任を追求する結果となった。フランスでは感染血液事件と呼ばれその影響は 日本以上に広範囲に及んだ。血友病患者の約45%がこの事件のため HIV に感染し、それだけではなく、血友病患者以外の輸血などによる感染者数も、エイズ発症者の数から4000人から5000人と見積もられている。うち、死者は2002年7月5日の段階で、数百人に上ると CNN が伝えている。 カナダでは受刑者から集めた血液による感染が問題になったが、刑事事件に発展することはなかった。2005年12月、熊本で第19回日本エイズ学会学術集会、総会のシンポジウムが開催され、医療、マスコミ、司法、元原告、社会学、患者友の会、元支援者の視点より、様々な意見や提言がなされた。 大阪 HIV 訴訟弁護団弁護士の徳永新一は2004年の第18回日本イズ学会のシンポジウムでは参観位の癒着という単純明快かつ事実と乖離した神話の弊害が各方面から指摘された厚生省が隠蔽したとされていた情報が実は公表されていたことが明らかとなったという例を挙げてでがま彦が 犯人探しに終始したジャーナリズムの報道姿勢を問題視したこと、参官位の癒着が薬害エイズの原因であるなら、日本以外の先進国でも日本をしのぐ犠牲があったことを説明することができない。当時の日本赤十字社と厚生省とのやり取りから、有事による統制と責任の問題ではないかと指摘している。聖学院大学大学院の軍事厚明は、 国際的及び国内的な血液製剤救急の構造問題を指摘し、無過失保障制度により被害者を救済すべき薬害という言葉は問題の本質を誤解させる危機管理の意思決定機構の整備が必要。科学的であるべき判断や対応が世界的常識から著しく偏ることないように、科学的なリスクの評価と行政の対応を分離する必要があると指摘している。 産業医科大学小児科の白畑里氏は、専門医がリスクを低く見積もりすぎたのは確かであり、バイアスによる判断ミスが起こることを前提として、バイアスの影響のない客観的な結論を導き出す、透明性高い議論の場を構築することが重要だとしている。松本大学の川田隆平講師は、どの時点で何をすれば、HIV の感染拡大を防ぎ得たのかを明らかに、 する必要がある。学会で薬害エイズの検証をすることが大事だと指摘している。最後に、熊本大学文学部の田口博明が総合討論をまとめた。静岡県立子供病院血液腫瘍科の3件や純一は、徳永が薬害エイズ神話を問題提起し、白旗や軍事の見解でもニュアンスの差はあるが提起された。川田の問題提起は、 三官位の癒着の実在を前提に謝罪を求めている。栗岡は当事者の声に直接耳を傾けて当事者視点での事実を通て真相の解明による亀裂の修復が必要としている。白旗は薬害エイズ神話に同意しつつも医療者の判断ミスを率直に認めるべきとしている。軍事は当時の国際情勢も含めて広い視野から 薬害絵図問題を捉えるよう求めたとまとめている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。